ちは。もう蒸し暑いですね、毎日。昨日もすごいゲリラ豪雨で、夕方もうレンがビビってしまってですね、すっごい雨でした。今日もなんかもう朝曇ってたんですけど、福岡なんか晴れてきたり、お昼は雨が降ったりして、すっごい蒸し暑いです今。でもこの間お母さんの病院に行った時に、網散らかして、何ですか、糸始末とかしてなくて、お花には見えなかったモーリーの花、綺麗に糸始末をして休校できました。これね、このつなげるか、今やってるやつにつなげるか、それか、まあ、単品で使うかはちょっとまだ決めてないんですけど、もうね、8月31日まで、もう今日21でしょ、もう10日しかないから、もうね、なんかつなげようかなとかも思ってるんですけど、一応途中経過まで、途中経過をかなりね、ちょっともう画面でちょっと映らないんですけど、結構つながったんですよ。この間のマットよりは大きくなりました、少しだけ。で、まあね、この横をもう高さはね、もうこれでいいと思うんですけど、横をね、もう少しつなげてみようかなとか思うんですけど、まあできればですけどね。でもすっごいカラフルになって、ここがね、ちょうど横が9個なので、ここ一応9個編んでるんですけど、でも色がね、こう似たり寄ったりっていうか、同じような色、系統糸を持って行ってたので、同じようなお花の色しかないので、ちょっとつなげるのにはね、まああちこちにつなげないといけないかなと思います。一応これ途中経過です、モーリーの。ちょっと成長したでしょ頑張ってますよ。なんかね、ほったらかしにはしてないです。一応ね、こんな感じで今ね、できてます。ちょっとは測ってみましょうか。でもこれ高さと長さをちょっと測ってみようかな。今高さが39センチぐらいで、幅がですね、一番長いところで70センチあります。そうですね、70か、どうだろう、80にするにはあと2段ぐらい編まないといけないですね。80センチか、80どうかな。もう高さはいいかなとか思うんですけど、あと2段ぐらい編みたいですね。まあ一応こんな感じで出来上がってます。出来上がってるっていうか、今途中経過ですね。でもあとこのこれもつなげようかな、せっかく編んだからつなげようと思います。まあ単品で使うよりはちょっとつなげたいですね、大きくしたいので。あとはですね、メランジのアラン模様のも、アラン模様の方も途中経過をちょっと見ていただきたいんですけれども、2玉目なんですよね。で、結構ありますね、メランジ2玉目今これくらい残ってます。ちょっとぐしゃぐしゃになってるけど、それでこんな感じで模様が出てきました。結構長くなりましたよ。これもね、ちょっと測ってみますね。メジャーがどっか行っちゃった。あった、幅がですね、40何センチあったのがやっぱり今34ですね。で、2玉で大体ですけれども、高さが44センチ、幅が34センチで、今高さが44センチあります。で、今2玉目なんですけど、これくらい残ってます。だからもうあと2段ぐらい編めそうですよね。この模様でそんな感じです。私の手でですね、アラン模様で。だから今何段編んでるんかな、ちょっと待ってくださいね。
今12345678910103段編んでるんですよ。これ140段編まないといけないので、もう少しだ、すごい、もう少しでちょっとな高さいけますよ。で、あの本編み図はちょっとあれなんですけど、これ何年か前に、あ、ちょっと光で見えにくいですね、これあのセリアさんで買った100均のこの編み物の本、この中に載ってるんですよ。これで編んでます。なんかうちなんか光加減がここ見えにくいです、ほんとすみません。で、今なんか色とかもちょっと違うんですよね、その光の具合で。だから本当はちょっとね、いろいろなんか買い、もう本当に100均のこの三脚っていうんですか、スマホの三脚とこの古いスマホ一本でやってるので本当見づらいと思うんですけど、ごめんなさい。こんな感じですね。ちょっと色もちょっとね、画面で見る感じと実物見る感じちょっと違うんですよね。もう少しね、紺色、ネイビーなんですよ。なんかちょっと画面で見るとあれだけど、でも今一応ここまでできました。ちょっとね頑張ってます。もうモーリーとこれを、まあ、モーリーって言ったらね、これ、お盆に少し編んだのと、これをお母さんの病院で編んだのだけなんですけど、昨日もちょっと夕方っていうか夜少しして、今ここまでできてます。これね、もう少し、もう少しです。私どのくらいこうあのつけていってるんですけど、自分でどのくらい編んでるのかなとか思ったら、やっぱり104段編んでるんですよね、びっくり104段も編んでると思わなかった。140段だから本当もうすぐですよ。もうすぐじゃないか、でもすごい。じゃあもう一玉は完璧余りますね、ネイビー。また何かに使いたいです。結構な量あるから、二玉でね、まだこれだけ残ってる。ちょっとラーメン焼きそばなんか色が違うけど、ぐしゃぐしゃになってますけど、この模様を入れて、アラン模様でこれだけだからね、だいぶ使えますね、メランジってね、すごいですね。あ、こんな色あ、ここで見たらいいかな、こんな色こんな感じですね。これ頑張ってます。ちょっとね、途中経過を見ていただきたかったので、結構進みましたっていうの感じで見ていただきたかったんで、あとね、これからすることなんですけれども、まあ、一つだけ聞いてもらおうかなとか思って、あのこの間買ったパッカーンって開く CD キャリーケースがあったじゃないですか。あれをまず、これが終わってしまったらリメイクをして、そしてですね、まあ、リメイクがねうまくいくかどうか本当わかんないんですけど、ちょっと頑張ってみようかなと思います。もうね、何するかバレバレなところもあるんですけど、もうコメントでね、楽しみにしてますって言ってくれてる方もいたんですけど、何々でしょでも分かってくれてる方いらっしゃって、あ、バレたみたいなもうね、バレますよね。でもね、できるかどうか本当分かんないんですけどね、ちょっとね頑張ってみようかなと思います。そのリメイクが済んだら、もう絶対したいのがこのメランジ、この間買ったディープレッドとこれですね、ナチュラルベージュ。もうね、カラーナンバーとかはあれなんでもう言わないですけれども、ここで見た方が一番いいのかな、こうかな、こうかな、この2つの色で本体の、あのもうあのバラしちゃいますけど、ちょっとできるかはもう久しぶりなんで分かんないんですけれども、まずこれでバッグの本体、トートバッグかマルシェバッグみたいな形で編んで、そして編み込み模様、この色で模様っていうかをつけたいんですよね。最初こっちが本体でこっちであの模様つけようかなとか思ったんですけれども、まあ、はっきりするのは、これが本体でこっちの模様の方がなんか
はっきりした感じに見えるかなと自分で思って、ちょっと変えました。最初考えてたのと、でこの色とこの色で作りたいなと思って、ちょっとこう大人可愛くですね、お花とかもそんないつもねブリブリしてなんかお花で飾ったりしてるので、今回はちょっと久しぶりに、もう多分涼しくなったらだと思うんですよね。まだリメイクも時間ちょっとかかるだろうし、まだなんかはっきり考えてないところがあるので、時間もかかるだろうし、だからこれまあ10月ぐらいになるのかなとか思いながら早くはしたいんですけど、ちょっと久しぶりに編み込み模様なんで、何年か前、2年3年2年かな、3、ちょっと忘れた、3年かな、3年ぐらい前、すっごいフェイスブックでお友達になった方の影響で、もう編み込み模様をしたくてしたくてしょうがなくて、でもしたことなかったんですけど、それこそ本当 YouTube 先生に、もう本当にあの頃誰の YouTube を見たのかも覚えてないんですけれども、一生懸命 YouTube、iPad で見ながら練習して、すいません、レンが横で 言ってますけど、頑張って編み込み模様のバッグ何個か作ったんですけど、それから作ってないんですよ。だからまたちょっと YouTube と格闘しないといけないと思うんですけど まあね、編み込み模様ってこう検索したらもうね、もうプロってる方も、プロの方がすごい、プロなのか先生なのかどうか本当わかんないんですけど、もう詳しく教えてくださってるので、もう今いいなとか思って、もうね、前はね YouTube とか見てねできなかったので、これでちょっと頑張って秋になったら、できれば9月の終わりぐらいからしたいんですけど、それを考えてます。今からねしたいこと、これとあとリメイクですね。CD キャリーケースのリメイクを考えてます。リメイクはね、中もちょっとしないといけないので、まだそのどういうふうにしていいか分かんないから、ちょっと今考えてるところなので、ほんと時間が少し普段の、カバー編むだけじゃないので、ちょっと時間がかかるかなとか思いますけど、ちょっと頑張りたいと思います。まあ、今からしていきたいことをちょっとお話ししました。とりあえずね、これを31日までに、もうあとどのくらいできるか、勝手にね、自分で宿題とか言ってるので、もう少し、結構あるんですよ。長さ、ちょっと、結構ね、いつもこれ置いてるんで邪魔っていうか、見にくいと思うんですけれども、まあ結構な、どうですか、結構なんかこう頑張ってるでしょう。こんな感じで大きいんですよ。また全体的なのはね、できてからお見せしたいんですけれども、まあこれをちょっともう少し頑張って、でも先にちょっとね、今104段だったから、あと40段、36段、これを編ん、あ、反対か。これを編んで、どんな感じになるのかな。まあ、でもクラッチでもいいかなとか思いました。まだ高さが全然足りないんだ。あ、やばいやばい。高さがちょっと足りないんですけど、クラッチバッグでもね、サイズ的に良くなったので、クラッチでもいいかなとか思ったんですけれども、まあ、ショルダーでもかっこいいかなとか思ってます。まあ、こんな感じかな。ここ蓋な感じで、こんな感じですよね。まあちょっと今はちょっと見にくいですけれども、こんな感じのショルダーかクラッチにしたいと思ってます。ちょっとほんとすみません、なんかね、画面で色がね黄色がかって見えたりするんですよね。だからごめんなさい。私ね、でも私事なんですけど、携帯がですね、もう充電がなんかすぐ切れるようになっちゃったので、もう本当に変えようかなとか思ってるんですよ。だからそしたら少し見やすくなるかな、皆さんに見てもらうのに色とかも見やすくなるかなと思うんですけど、一応
今しているこのね進んだアラン模様と、進んだこのアラン模様とこのモーリーの、まあ、敷物っていうかマットみたいなのがここまで今できてます。今日はねそれだけの動画になるんですけど、もうこれは本当になんかお話しながらも絶対編める人は編めるんでしょうけど、私絶対もう間違えるから編めないので、これはねこそっと編めます、こそっとそしてこれねリメイクをした後にこれとこれで、まあ、バラしちゃいますけど、バラしちゃってもう分かると思うんですけど、うまくいくかどうかはちょっと不明ですけれども、これで編み込み模様のバッグを作りたいと思います。またねなんか本当に成功するように皆さん応援してください、ね、応援していただいたらなんか頑張れるので本当にありがたいです。コメントとかでもすごく優しい言葉いただくので、なんか頑張れますあと昨日すごいゲリラ豪雨の時にこの方がもうビビってしまってですね、もうなんかもう連ですけど、昨日雷と大雨の中すごい音がしてる時にもうビビってブルブルなってましたから、ずっと抱っこしてあげてました。ビビリです、ビビリですよろしくお願いします。今日はねこんな短い動画になりますけれども、一応今からのことと途中経過をお話ししました。またねこれちょっと進んだらまたぜひぜひ動画撮りたいので、また遊びに来てください。今日もね最後まで本当こんな動画ですけれども、見ていただきありがとうございました。これ頑張ります、モーリーと先に、アラン模様とりあえず頑張りますので応援してください。また遊びに来てください。ありがとうございました。